ジュニアアスリートのためのトレーニング。レッグパスベーシック編。ネクストチャレンジ編で3つの運動のうち1つでもできなかったらベーシックな運動から始めよう。29タックジャンプ。背中をまっすぐに保ったまま膝を抱え込むようにジャンプを繰り返します。地面に足がつく時間はできるだけ短くなるようにしましょう。6回から15回を2セットから3セットを行います。30パイクジャンプ。足を前方に振り上げながらジャンプを繰り返します。できるだけ高く足を振り上げながら行いましょう。6回から15回を2セットから3セットを行います。31ボールプッシュシットアップ。仰向けに寝て胸にボールを置きます。そこからボールを真上に押し上げるようにしながら上体を起こしていきます。10回から20回を2セットから3セットを行います。32ボールサンドレッグエクステンション。足首にボールを挟んで座り、背中を少し倒した状態で膝の曲げ伸ばしを行います。ボールが落ちないように足でボールをしっかり挟みながら行いましょう。10回から15回を2セットから3セットを行います。ベーシックな運動ができるようになったらネクストチャレンジ編にゴー。